純豆腐は朝鮮の豆腐の一種で日本の組み出し豆腐に相当する柔らかい豆腐である。チゲのメイン食材として使われることが多いので日常の会話では豆腐そのものよりも純豆腐チゲの略称として使われることが多い。純豆腐チゲは食堂や家庭で一般的かつ安価に親しまれている鍋料理の一つである。豆腐そのもののスンドゥブは 豆乳に凝固剤を加えた状態のままのもので、絞らないので、水分を多く含み柔らかである。チゲなどの食材とするほか、そのままヤンニョムカンジャンなどをかけて食べたりする。スンドゥブの故障は、純豆腐の朝鮮語読みとも、水豆腐が変化したものとも言われているが、定説はない。ただし現在では、漢字表記で紹介されるときは、純豆腐と書かれることが多い。スンドゥブチゲは、 その名の通りスンドゥブを使った鍋料理である。小型の土鍋などにアサリやシジミを敷き、スンドゥブと肉、野菜を入れて水、またはスープを張り、コチュジャン、唐辛子粉、ニンニク、ごま油などを使った合わせ調味料で辛味の味付けをして煮込み、最後に生卵を落とす。飲食店ではご飯やパンちゃんと共にスンドゥブペッパンとして供される。 もちろん一般的なメニューであるがゆえに、具材や調理法は多様である。肝心の豆腐が崩した絹豆腐などになることがある。スープは蒸気アサリなど海鮮系のことが多いが、肉系になることや味噌を加えることもある。一般的には、唐辛子粉で真っ赤に染まった辛いスープなのであるが、唐辛子を用いない、ハヤンスンドゥブチゲもある。豆腐以外の具材は、豚肉、 牛肉、魚介類、野菜と様々で、専門店の中には、スンドゥブチゲだけでバリエーションを揃えているところもある。1990年代、スンドゥブチゲは、米国ロサンゼルスのコリアタウンの人気メニューになった。豆腐が健康食品ブームでもてはやされたことが、背景に挙げられる。1996年にオープンした、専門店、BCD 豆腐ハウスが、米国内に、 チェーン展開を始め、やがて、韓国に逆輸入されるに至る。それまで、一部に有名店はあったものの外して食堂の安いメニューというイメージのスンドゥブだったが、逆輸入専門店チェーンに加えて、国産の専門店チェーンも誕生し、競争を展開するまでになってしまった。もともと食堂などでは、単一メニューだったスンドゥブチゲだが、専門店ではまずバリエーションが増えた。 これは、ロサンゼルスで広まった際に、ビーフ、ポーク、シーフード、そっこなどのメニューが一般化し、それが逆輸入されたものである。また、定食のメインディッシュとして、手の込んだものになった。よくあるスタイルでは、ご飯が石窯で炊いた状態で供され、そこから湾によそって食べる。お焦げの残った石窯には湯を注ぎ、水乳を作って飲むことができる。また、 生卵を好きなだけ入れられるようにしたり、焼き魚を加えるなど品目を増やす店もある。総道とは、朝鮮王朝時代の文人、政治家の京明の号である。韓国の観光地、高料市には、総道堂というところがある。ここにはかつて京明が住んだとされ、今でもその家が残されている。京明はグルメとしても知られ、当地の水で豆腐を作らせたところ、大変に美味しく、 評判になったという。騒動道,道には、香料の海水を使う伝統的な製法で作られた騒動豆腐を食べさせるレストランが並んでいる。味付けは、お好みで適量の醤油をかける程度。固めていない、スンドゥブ、固めたモドゥブとも、香り豊かな味わいを楽しめる。キョアキラの子供には、朝鮮時代には、珍しい女流詩人の巨ツケン、ハングル最初の小説。 後期地道伝を書いた元がいる。ありがとうございます。